今回は白龍の願いみたいな、なんかこういう風に何かのレベルを上げてとか、対局どの対局も均等、均等というかどの対局も同じ額しか、かあの稼げないみたいな、あの仕様なんで、コラボは今までそうじゃなかったから、なんか4桁台のポイント、まあそれこそ借金型になっていくんやけど、をあの4桁台って言わ言い過ぎか、まあ、ポイント数、まあ、1日のそのこっからここまでできますよの上限が何回も打たなあかんし、あの 4位と1位でポイント数違うかったりずっとやったからさ、ほんと。今回は累計ホーラの点数やからめちゃくちゃ楽になってる、本当に言わせてもらうと。って思いません？皆さん、皆さんというか、まあユーサナミさんで裏話しかもなけどって思いません？よく来たね、ジャンシさん。なんかちょっと疲れてる？のんびり行こうよ。ただ資金稼ぎは普通にやってると面倒。そうだけど、まあ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 、どのあれ、これ累計ホーラーのなくね、消えてる。あれ、まあ資金稼ぎは確かに面倒だけども、俺は今までのコラボよりは全然マシだと思ってます。あれ、あ、これ報酬か、びっくりした。こっちか。おかえり、ずっと待ってたよ。びっくりした、報酬、報酬はこれ関係ないんか、一瞬なんだこれ、累計ホーラー点数なくなってるぞと思ったら、こっちやった、こっちやね。しかも1週間で、まあ、今日4日、まあ、17日も含めて3日経ってるとして、4日を更新で1週間で2万5000点ホーラーすればいいだけやから、合計順位関係なしで、何局、まあ、とりあえず一曲戦一回やって、あの10コイン稼ぎましたみたいな。でもってクエストに応じて、この申請の処理に一回するごとに、一回というか、まあ、何回か区切りがあるのかな、6回区切りで50コインもらえますみたいなね。かなり楽になってます、本当に。改めて思うと、昨日も言ったけどめちゃくちゃ楽になってる。今日やることないもん、ほとんど資金集めぐらいも入れたら少し汗かいたかも。お、こんにちは。明日はついにエピソード2が解禁でございます。エピソード1ではね、あ、ちょ、何だっけ、このキャラクターが出てこなかったんでね、ジャンタマ側のジャンタマ側のキャラクター出てこなかったんでね、明日はできてほしいなと。でブルアカの世界って、男っていうキャラクター、男という性別が人間には先生しか存在しないわけであって、なんか猫とかインドが歩いてるんよ言うたら、ブラカの世界ってどういう反応になるのかなっていうのもちょっと気になるし、まあ、多分アニメ見た人は分かると思うけど、その辺歩いてるのが多分あの犬とか猫やと思うよ、動物、うん、なんかセリカがなんか認めないとか言って第2話かな抜け出して、まあ、1話では見られるのかな、
にあの人間の男がおらんっていうのは。でなんか街歩いとる人がなんか犬やったり猫やったりするんよ。でもジャンシさんっていう風に触れてるから、触れてるにあたってそのジャンシさんってさ、やっぱ女性プレイヤーもいるわけであってさ、まあ、ブルーアカもそうなんやけど、でジャンタマが好きな一人が来場しました。そのプレイヤー視点によっては、まあ、でも多分やけど、多分というかまあ普通に考えたら、お待ちしておりました。普通がようわからんけど、まあ、バロンさんいらっしゃいませ。普通がようわからんけど、ブラカをしてるキャラクター、ブラカをしてるじゃない、ブラカをしてるユーザー層で多分女性より男性の方が高いと思うんですよ多分ね、やってないからわからんし知らんけど、多分多いと思うよ男性の方がね。あんなに女の子いっぱい出てくるし。でその先生が男か女かに分かれると、まあ女性っていう視点になったとしてしたとしても、そのなんか全然知らん人が、人間がおるみたいな感じのわけわからん世界に来てるわけやからさ、実際これバスで行けるみたいけど、どういう反応になるのかなって思ったけど、よくよく考えたら普通のこのメインボイスとかで割と仲良くなってます メインボイスで割と仲良くなってるんで心配ないからみたいなけどそのエピソード関係ではね、あの物語関係ではどうなってるのかがちょっと気になるなっていう話。うん、白子は誰や、ナナと接触、ナナちゃんと接触、接触してんのか、ナナちゃんみたい、ナナちゃんかな、ナナちゃんと接触してます、メインボイスで。星野はあやね先生と接触してます。あやね先生と接触してます。で誰だ、ムツキに関しては、千織ちゃんか、千織ちゃんと接触してます。あるはちょっとわからん、あるまだなんか上げてる途中やし、あるはわかんないです。でもなんかストリクスとなんか接触してるから、まあまああるんかなみたいな。あら、なかなかいいところじゃない、ベンディアの支部を構えるのにぴったりだわ。ここの家賃どれぐらいかしら、何やったっけな、ラーメン屋さん、ブルアカの世界のそのラーメン屋さんの店主が犬やったらしくて、なんかワンジローがうんぬんかんぬんみたいなことを言います、この子はジャンシさんはゴンテン神社の人たちと仲がいいのよね。ちょうどよかった、聞きたいことがあるのよ。ワンジローさんって本当にラーメン屋をやってる親戚はいないの？ああそう、変ね、あんなにラーメンに詳しいんだから、あの店主と何か関係があるんだろうと思ってたのだけど。なんか何やったっけな、ストリックスか、何のボイスやったっけこれ、ちゃう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 、
あの靴地があるところね。3かな。ん？じゃあどんな依頼だろうか。どんな、あら、あれ違うのか。有名なアウトロー集団。違うな、1か。ストリクスって組織が大口の依頼を回してくれるんですって。私に声をかけるなんて見る目あるじゃない。あるんかどうかは知らんけど、ね、星野は綾音先生かな。今日またあの変な占い師に会ったんだけど、金運がないって言われちゃったんだ。おじさんの疲れた顔に金欠って書いてあったのかな。変な占い師2人おるから分からへんねんな、カービィなのか。こんばんは、シロさん、いらっしゃいませ。変な占い師どっちも変やからな、俺からしたら。カービィさんもユニフォームもどっちも変やからな、変な占い師。どっちも変。変な占い師。2人目いたのか。2人目。イェンフォンは液戦士だから、どういうこと2人目って。わからん。だってお金がないってどっちも占い師に選択肢があると思ってなかった。なるほどね、イェンフォンは液戦士なんでね。まあでも、まあまあ後から出てきた方が、まあそのなんていうんやろうね、あんまりそれジャンタマで占い師といえばって言われたら、まあイェンフォーよりカービィの声の方がでかいと思うけど、でかいじゃない、多いと思うけど、どっちも変やし、どっちも金欠のことについて言いそうじゃない実際。みたいな。お嬢ちゃんからは金欠の層がやってるんで、そんなこと言わんか。まあお金に困ってるんじゃないのみたいなことを言ってきそう、ユニフォンに関しては。節約しなさいとか言いそう。変な占い師、変な占い師。どうやっけ、4、5ぐらいかな。うへへ、あ違う、これじゃ、まあ違う、これ今日また違う、これじゃない、これこの池、違う、3できれば1、違う、4。第21位にランクインしました。綾音先生っていい人だね。お昼寝にぴったりの場所をたくさん教えてくれたし、保健室のベッドも好きに使っていいってさ。うちにも似た感じの子がいて思い出しちゃったな。綾音先生って言うからね、如月先生って言わへん。今のところ男性との接触者がいません。睦月に関しては問題児リストに入ってるけど、直接喋ってるわけじゃないからね、喋ったわけじゃないからね。まあ多分普通に接触するんやろうね、そんな細かいことええやろみたいな感じで。バスで来たぐらいやからね、いい話までバスで来たぐらいやからね、この子たち。白子は7かな、確か。第20位にランクインしました。あとなんかようわからんこと言ってたな。スポーツドリンク、ちゃう。いい話は、ちゃう。何か悩んで、ちゃう。さっきサイクルショップに行ったら、またあの常連さんと会った。あの人自転車の趣味は近いけど、ちょっと変わった話し方をするね。これモブかな、自転車乗ってそうなキャラクターっておる。夏彦くんぐらいしか出てこへんねんけど俺。
で、ゲームが好きな一人が来場しました。やっぱ夏彦くんがチャリを全力で漕いでるぐらいしかイメージがないねんな。モブなのか、なんかほのめかしなのか。なでしこにも言及してたかね。忘れてた。あ、チャンシさん、疲れてない？この前、なでしこさんがいい釣りスポットを教えてくれたんだ。今度一緒に行く？解体部品いっぱいあるけど、自転車の部品ってどれも高いんだよね。必要なもの以外は節約しなきゃ。バスで行きたいんやったら自転車ないやろ。チャリ買ったん前は。ちょっと暑いかも。近くにプールはない？エアコンや扇風機もいいけど、水中の方が好きかも。さっきサイクルショップ、イーハン市は本当に平和だね。どの銀行も簡単に侵入できそう。えぐいこと言ってる。スポーツドリンクもう飲み終わっちゃったの。あ、これは10キロなんですか。あれ、ナナちゃんのこと言ってへんだっけ。町外れの海に行って釣りとかしたいかも。この前ママに誘われて浅葉高校にまた行ったんだ。生徒がたくさんいて、いろんなことをやってて、ああいう賑やかなのもいいね。この前の続きしよう。かぐや姫からコンテンツに呼ばれてるんだけど、ジャンシさんも一緒に行く？何をするかは秘密。やっぱこういうブルアカのキャラクターから男の名前が出るのはあかんのかな。暗黙の了解があんのかな。なことはないか。そんなことはないか。あ、モヤモヤする人おるかもしれんけど。しおりと遊ぶのは面白いよ。ゲームするのも、あの子の反応を見るのも。でも、ジャンシさんの反応の方が面白いかな。あれ、からかいし、私のいたずら。浅葉高校の問題児リストに私の名前が載ってた？そんなの載るようなことしたっけ。レン君のいい穴開きそうやな。かわいそうやな、レン君。マジで。星野もそうやけど、あやね先生と一緒に、星野がお昼寝してて、レン君がなんか、何やったっけな、あやね先生のなんか企画でなんか、なかったっけ、あやね先生の、ASMR か、レン君の録音テープどっちが、副会長録音会議録音テープどっち流すかみたいな選択肢なかったっけ。あったよな確か。あった気がすんねんけど、気のせいかな。あったと思うぞ。あったと思うけどな。これかな。あったわ。学園祭、新成人、キサラギアヤネ、申請内容。学園祭期間中は休めると思いきや、出勤しなければならないキサラギ先生は、お昼寝パーティーを開催して合法的にサボろうとしている。お昼寝の時の BGM について悩んでいるらしい。選択肢が自作の ASMR、もう一つの選択肢が、キサラギレンの会議録音。
みんなが寝るお昼寝パーティーやが、みんなが寝るという意味で。かわいそうやな、レン君の会議ザーッと流れてる。これレン君がかわいそうっていうほどでも、レン君やばいやろ、かわいそうやろこれ、マジで。あ、何だっけ、 X の方でポストしたんだけど、何だっけ、テコンドーさんかな、 JK 疑惑。19歳やけど、カフェのセールスポイント、申請人九条龍、九条龍のクラスは学園祭でカフェを経営することにしたがって、これ九条龍のクラスってどういうことみたいな、えってなって、えってならだって、ん、九条龍のクラスどうなの、クラスの人が九条さんに手伝ってほしいみたいなアドバイスを受けるって意味なんかなっていうふうに解釈したけど、それをわざわざカフェ未経験者のジャンシーさんに申請するかねみたいな話メイドなんかメイドカフェでいいやろみたいな。九条龍のクラスは学園祭でカフェを経営することにしたが、飲食系の力戦区である学園祭で生き残るにはお客さんを呼び込むセールスポイントが必要だ。どのようなカフェにするか悩んでいるらしい。猫カフェ、メイドカフェ、 JK 疑惑。下手したら留年してたみたいなメイド業務忙しすぎ笑ったみたいな。